最悪の一日となっております。ここは別府国際観光校でございます。今日はね、年に数回しかないサンフラワーの昼便、これに乗りに来たんですけれども、もう残念ながら天気が悪いんですよ。で、これ昼便っていうのはね、やっぱり普段は見れない瀬戸内海の美しい景色を、まあ、船の上から見れるっていうことが、まあ、一番の魅力なんですけど、これじゃ全く見えませんわ。今回乗るのがサンフラワーの紅なんですけれども、紅はね、もう実は何回も乗ってるんですよ。何回も乗ってるんですけれども、5000円を買うのを忘れておりまして、今日はね、5000円を忘れないようにゲットしようと思いますよ。で、サンフラワーの昼便っていうのは実はまあ去年も乗ってまして、で、去年は、サンフラワーの紫、チャンネル登録者数が7000人になった自分へのご褒美企画として、セミスイートを利用させてもらったんですけども、今回はね、プライベートシングルです。さすがにね、セミスイートは、まあ、時期的な問題もあると思うんですけど、だいぶ高いんでね、うわ壊れたんちゃうんこれ。いや、もうなんか風も強いんで最悪やなこれ。去年も天気悪かったんですよ。今年はね、去年以上に天気悪いっすわ。さあ、ということで乗船手続きが終わりました。今回の部屋がプライベートシングルとなっております。で、今回まあ天気が悪いんですけれども、今日はね、6月9日なんで、まあまあ梅雨の時期っていうこともあって、天気が悪いっていうのはまあ予想できた話ではあるんですよ。ただなぜ今日昼便に乗船することにしたかと言いますと、実はこれなんですよね。サンフラワーではですね、誕生日特典っていうのがありまして、誕生日の前後何日間かだったら夕食が無料になるんですね。お待たせいたしますね。さあ、乗船です。知ったる紅紫。さあ、乗船です。部屋はね、前にプライベートシングルツインっていうのに泊まったことがあるんで。プライベートシングルツインはソファーベッドがついてるんですけど、ここはついてないっていう、その違いだけでしょうね。ベッドがあります。で、イヤホンと歯ブラシとタオルがついてると、スリッパもついてると。だけど部屋着はないっていうことですね。で、ここにスイッチ、照明のスイッチ、 USB 給電とコンセント、テレビがあります。テレビここですね。で、クローゼットはなくてハンガーで、アコーディオンドアになってて、これ内側から鍵はかかるんですけど、外側からはかからないんですね。貴重品はだから貴重品ロッカーに入れろってことかな。ここはね、救命胴衣ですよ。こんな感じのシンプルな部屋です。で、こういうのもらったんですけどね、中にね、お弁当かなんか引き換え券が入ってるって言ってたよな。お、こういうペンがあります。これですね、お弁当引き換え券。去年乗った時はお弁当なかったんやけどな。こういうなんかまあ案内がありますと。これ地図やな、これなんかすごい、こんな立派な地図があって、で、何時ぐらいっての書いてあるんかな。来島海峡大橋、まあ夕方やな。で、瀬戸大橋、瀬戸大橋これか。これはもう
まあ19時前、もう今日の天気だったら暗いでしょうね。そして明石海峡大橋はまあ23時前ぐらいかな。でもう夜中の12時ぐらいには大阪南港に着くということですね。で12時に大阪南港着くんですけど、下船は8時っていうことにしてます。これで今日のお昼ご飯で、晩ご飯は誕生日特典で無料ということで、ご飯の心配はないです。時間が今11時33分なんですけど、出港までにご飯食べちゃおうかな。お弁当の引き換えができるみたいで、でレストランで食べれるみたいなんで行ってみます。仲いいんですよね。よし、これをもらいに行きます。ありがとうございます。はい、今、お誕生日おめでとうございます。お食事券ゲットしました。そうか、これね、シールになっとるみたいな。めっちゃ雨やな。もう景色は全く期待できないですね。もう別府タワーが見えへんで、ちょっと天気も悪いしね。次のイベントとしては来島海峡大橋の通過、それまでね、ちょっと充電します、カメラを。時間が12時16分なんですけど、ちょっと濡れた傘を乾かして昼寝でもしますかね。
なんかレストランでイベントがあるみたいなんで行ってみましょうかね。まだ1時や。ここのレストランの奥であるみたいなんですけどね、何があるんか。瀬戸大橋がかかっています。瀬戸内三大架橋と言われる、橋の一つですね。主に瀬戸内海の、歴史っていうようなやつの解説みたいな感じだったんですけど、ちょっと話が長いよな。20分オーバー。そうや、5000円買いに行こう。すいません、5000円をください。どちらのサイズ、この紙タイプか、こちらのタイプがありまして。あ、この紙タイプ、はい。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。さあ、ということでようやくサンフラワーくれないの5000円ゲットしました。ようやく。今愛媛県の沖走ってるんですけどね、愛媛県と周防大島の間ぐらいかな。もう全然見えないです。雨はちょっと小降りにはなってますけど、まだ降ってますね。今現在松山沖を航行中です。雨がね、もうだいぶ小降りになって、ほとんど降ってない感じになりましたね。瀬戸内海の島々が見えております。こっちにはなんか船も走ってますね。これね、天気が良かったらすごい景色いいんでしょうけど、ちょっとまだガスがかかってる感じですね。反対側も出てみましょうかね。お、こっちも瀬戸内海の多頭尾が見えておりますね。この調子でいったら黒島海峡大橋は結構ええ感じで見れるかもしれんな。あと1時間ちょいぐらいかな。さあ、そしたらね、ちょっと船内探検しましょうか。ここが8階の上級フロアですね。そこに喫煙コーナーがあります。こんな感じですね。で、ここはね、上級ルームでスイートとかあるんですけど、ここにね、スイート専用のカフェラウンジがあって、スイート使ってる人しか入れないんですよ。そしたら7階へ降りましょうかね。ここに浴場があって、現在は空いてますということですね。で、自販機コーナーで、ここも展望デッキで出るようになってると。よいしょ。ここは混んでる。ここは屋根があるんで雨は関係ないですね。雨はもうかなり小降りになりました。紅紫はね、この展望デッキが、すごく広くないんですよね。それほど広くない。で、この上も確か登れなかったと思うんですよ。あれ、人おるな。あ、上から行けんのかな。この階段からは上がれないようになってます。
でここにね、これがねドッグランなんですよ。これめっちゃええよな。こっちはこんな感じ。これは何でしょうか。こっからは上がれないと。これはペットゾーンだから一般の人は入れない。ここはいけんのかな。あ、ここはいけそうですね。ここはいけますね。これはベビーケアルームっていうのがあるの。ベビーケアルーム。で、ここへ出ると吹き抜けはこういう感じです。上はプロジェクションマッピングで、ここにマッサージチェア2つあって、ここにも喫煙室があると。で、ここがねペットルームがこの奥なんですよね。ここですね。ここはウィズペットルーム、ペットルーム利用のお客様だけということになってます。景色がだいぶ良くなってきた。みんな写真撮ってますね。で、反対側は女湯と。で、ここから降りて6階、現在杵築市のなんかイベントやってます。で、これね、前なかったんですけどね、これスマホスタンドって言って、ここのね、これ、この写真が撮れるようになってるんですよね。これは気が利いてる。で、こっち側がレストラン、向こうがレセプションで、で、夕食ビュッフェが2300円なんですけど、今日は僕無料なんでね、2300円得した感じですかね。で、朝食の提供はもうないはずです。今日はね、今日はないはずです。で、こういうねデジタルサイネージがこうテーブルに埋め込んであって、いろんな情報を得ることができると。で、ここに自販機コーナーもあって、で、ここがキッズコーナーですね。キッズコーナーで、ここには冷蔵のロッカー有料なんてのもあります。で、今またイベントの準備されてますね。こんな感じでしょうか。よし、じゃあ一旦部屋に帰ります。今回プライベートシングルなんですけど、あとね、利用してないのはスタンダードシングルのみになりましたよ。しょ、時間が16時13分なんですけど、16時45分ぐらいに来島海峡大橋通過っていうことなんですよね。なんでそれまでの間にパッとお風呂入っちゃおうかなと思います。で、お腹も減ったんで、来島海峡大橋を通過を見届けたら、早めに今日はご飯行こうかなと思いますね。よっしゃ、行こう。タオルもあると。来島海峡大橋見えてきました。もうちょっとで通過でしょうね。雨はね、ちょっと小雨がパラついてます。
さまでした。いや今日の晩飯無料やのにめっちゃ食いましたよ。多分ね、食べてないのって筑前煮と味噌汁ぐらいじゃないかなと思うんですよね。あとは一通り食べましたよ。今回一番うまいなと思ったのはね、ソーセージでしたよ。ソーセージめっちゃうまかった。この明るさで瀬戸大橋通過っていうのもフィルビンならではですね。次明石海峡大橋が22時半の予定なんで、3時間ぐらいあるんですけど、ちょっとお腹いっぱいでもう苦しいんで一眠りしようと思います。やってもうたな。よし、じゃあ寝よう。6時32分なんか放送が鳴りましたね。お、天気がええぞ。雨は止んだみたいやな。お、天気が良くなってる。いや本当ね、天気が1日違ってればね、もう全然違ったんですけど、ちょうどこの便の時が天気が悪いっていうね。1日前でも1日後でも天気は良かったんですけどね。ちょっとアンケート入れとこう。あれ、朝食やってんな。朝食ビュッフェは大人750円なんでめっちゃお得なんですけどね。ちょっと昨日の晩食べ過ぎてお腹減ってないから朝ごはんやめときます。あと20分ぐらいで下船なんですけども、穏やかなもんですね。さあ、じゃあ下船します。